まずは出身地。出身地は神奈川県の葉山ってところなんだよ。あのね、逗子とかが近くてすごい海とか近いから、海で育ったために私はもうちっちゃい頃から真っ黒だったの。本当に目と歯が光る子みたいなすごいね、外人みたいな子だった多分。すごい、ハワイ行った時一回現地の人に間違えられたです。そう、私その時父親もサーフィンしてて、で私もサーフィンを教えてもらってたんですよ、父親から。でその時に2人でサーフィンしてたら、現地の人に英語で話しかけられて、私ポカーンみたいな、え、私間違えられたのみたいな、パニックを起こしながら何にも分かんない、ハローハローハローみたいなそんな子供だったんですけど、中学の頃からかな、すごい美白に目覚めて、やっぱ将来さ、大人になったシミとかできんのかなとかさ、ちょっと気にし始めたんだよね。あと中学になって周りの女の子を見渡した時に、白い、可愛い、ずるいみたいな、なんか小学校までは日焼け止めって存在知らなくて、もう海に日焼け止め塗らないで入りまくってスイスイってやってたんだけど、中学ぐらいからやっぱりそういうのに気にし始めて塗るようになったんですということです。まあ年齢遅いね、年齢言うのが19歳。まあもうすぐ20歳目前って感じなんですけど、今大学2年生、大学に通いながら音楽活動をしているわけです。そしてデビューのきっかけ、これはもう本当に小さい頃からずっと音楽が大好きで、で高校2年の夏からこう将来のことを考え始めて、思い立って下北沢 のライブハウスに自分でブッキングしに行ったんですよ、直接。でこう家で撮ったデモテープを持って行って、ライブハウスの店長さんに聞いてもらって、その場でこうブッキングとかってみたいな話をして、まあ仲良くなって、なんか新人が出る枠みたいなのがあって、その日に出させてもらったのがきっかけで、まあライブとかねし始めて、まあ曲も書き始めて、まあいろんなところで出会いがあるわけですよ。まあすごい、だから出会いとか人との関わりとかすごく今でも大切だなって思うし、感謝の気持ちをねいつでも持っていたいななんて思っています。そしてそうだよ、ギターになんで目覚めたんだっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、これは私シェリル・クローが大好きで、あ、きっとこれを聞いている中高生はシェリル・クローって誰っていう人がいると思うんですけど、すっごいかっこいいですよ、ぜひこれ聞いてみてほしいんですけど、シェリル・クローのライブに行ったことがあって、でもその時にステージの上のシェリルはものすごいかっこいいわけですよ。